今回は八甲さんから小手先温度計 FG100B という機械のデモ機をお借りしたので、こちらでペン先の温度を測っていきたいと思います。どうしてこの温度計を借りたかと言いますと、ペン先がどれくらいの温度で、側尾がどれくらいの温度で溶けているかっていうのをちょっと知りたかったんですね。大体の温度が知れたら、まあ、こういう温度が出ればちゃんと側尾が溶けますよっていうのを案内できるかなと思ってお借りしたんですけども、私みたいなド素人にこのデモ機をですねお貸しくださって本当ありがとうございます。この場を借りて御礼申し上げます。はい、では早速やっていこうと思うんですけども、電源オン、電源オンで、室温が表示されたら OK らしいんですが、ここにこれ当てて、測るって感じですね。で、メモリ1からどんどん、まあ5ぐらい、5から6ぐらいまで上げて、このペン先でどれくらいの温度なのかっていうのを測ります。こちらのペン先は T21D16 というペン先ですね。じゃん。メモリ1ってね、室温って書いてあったんですけど、本当にこれ室温なんですね。これ温まってんのか。うん。まあまあ、まあちょっとね、メモりますね、じゃあね。メモリ1は室温。じゃメモリ2までいってみましょうね。ちゃんと。ですぐ温まるんで、ピトッと。メモリ上がってきますね。60、70。結構上がりますね。70、あ、下がった。これどういうことでしょうね。これね、使い方がちょっとね、よくわからんのですね。当てた瞬間の温度なのか、ずっと、あ、これ当てていいものなのか、そこがね、わからん。でも76とか、そこら辺の温度なんでしょうね。じゃあ、仮にメモリ2は76ぐらいにしましょうか。で、メモリの、この3ですね。はい、3に上げました。ピトッ。結構熱いですね。もうこれ、やけどレベルですね。111? もっと上がった。120。面白いですね。これ安定しないんですね。まあ、そもそもね、これで使い方が合ってるのかっていうのがね、謎なんですけど、でもホームページ見る限りはこれで合ってるはずなんですよね。68ぐらいがマックスですかね。はい、じゃあいつもよく使うメモリの4ぐらいですね。どうでしょうか。結構上がると思うんですが、200いかないんですね。小手先まで温度が伝わるのが、ちょっとね、遅いか。167ぐらいですかね。じゃあ一旦4は167としましょう。あとでもう一回、確認しようと思います。5ぐらいでいいですかね。一応全部やっときますか。5。すごい、結構上がる。あ、なんか、ここ溶けてる、溶けてる、溶けてる。大丈夫か。5は220。で、6ぐらいでいいですね。これ以上も上げることはないので。今ね、これね、こう触ったらね、溶けてずれちゃったんですよ。こういうもんなんですか。ちょっとなんか、あー、このね、ハンダゴテがね、溶けてね、怖いですね、これ。じゃあ、277にしましょうか。277。で、じゃあ、これでですね、一旦、
これはオフして、いつも使ってるペン先でちょっと比べてみましょう。これですね、最近リニューアルした指先型なんですけども、これでですね、測ってみましょう。じゃあもう一回1に戻して、まあ、1は室温なんで測る必要はないんですけど、一応ね、やってみましょうね。このハンダゴテじゃないペン先はちゃんと測れないって、伺ってますので、その上で一応やってます。はい、室温なんでこれは変わりませんね。はい、2、メモリ2にしました。ちょっと高いですね。そうですね、80ぐらい。まあ、ほとんど誤差ではあると思うんですけど、80としましょうか。はい。じゃあ次3。ポチ？そんなことより、温度が高めに出るんですかね。もしかすると。そうですね、125にしましょうか。じゃあ次、メモリを4にして、この間は少しね、細かくちょっと取っていきようかなと思います。はい、ポチッ。若干、ハンダゴテより、温度が高いんですね、180。うん、180にしましょう。じゃあ、ついでに5もやっていきましょう。5はね、ほとんど使わないんですが、ピト。240まで行きましたね。240ぐらいでいいですか。はい。ここ240。で、今度ですね、この3と4の間を、ちょっとね、細かくやっていこうと思います。で、普段私が使っているこの 3.8 ぐらいのメモリですね。これを測りたいんですけど、今ね、温度が多少上がってると思う。少しね、時間を置きます。まあ、1分ぐらいか2分ぐらい。だったんですけど、それで当ててみます。じゃあ165にしましょう。で、次はですね、この半分ぐらい。まあ、正確にやる必要はないと思うんですけど、半分ですね。この間メイク会ではこのぐらいの目盛りで煙が出ないで結構溶けるっていうマーピューラフトの本体があったんですよね。 3.5 にしましょうか。これで当ててみましょう。147ぐらいから150度ぐらいですかね。一つのメモリはだいたい60度刻みぐらいですね、っていうことになりました。くどいんですが、標準添付されている B1 をこうやってカットしたものをよく使ってるんですけど、これで温度がどうなのかっていうのを最後に測ってみようと思います。これはね、最初から測るも必要はないので3ぐらいからいってみましょう。もしね、これでね、多少差があったらちょいちょいね、温度設定しないといけないっていうことになるので、土地129にしますね。では今度これを半分ぐらいにしますね。多少メモリのね、違いはあると思うので、誤差は出ると思うんですが、先ほどは147から150度ぐらいだったんで、まあそれの間に落ち着けばいいかなと。ね。なので同じにしましょう。じゃあ、いつも私が使っている 3.8 にします。165ぐらいまで上がってきましたね。なのでもう165、同じぐらいっていうことでいいですね。じゃあ最後に4だけ試してみましょう。さっきは180だったんですけども、うん、上がってきてますね。まあ大体同じぐらいなんでしょうね。まあメモリ設定の誤差があると思うので、178なんでほぼほぼイコールということですね。はい。ということで、今回は面白い検証ができたなと思います。ハコさんとしては、電熱ペンは正確に測れないということではあるんですけども、これで測ったところを、まあ、165を、まあ、示してたと。それが165度かどうかは別としまして、まあ、一つの目安にはなるかなと思います。なので、160から170が、ソフビの森の、まあ、適温ではないかなと
思います。それがなぜかというと、先ほどの中華のハンダゴテも165を呼吸器の方ですね示していたので、一つのこう目安ですね。ということで今回は八甲さんからこんな貴重なですね小手先温度計 FG100B という便利なものをお借りして本当にありがとうございました。今後ですねこの温度をこう使っていろいろまた検証を重ねて革新に変えていきたいと思います。はい、ということで今回は検証以上で終了です。動画をご視聴くださいましてまことにありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。それではまたね、バイバーイ。